はい、ではやっていきましょう。全学部ですね。第問1。あからかの遺跡か。5群から選べ。5群これ。で、後に続く設問に答えよ。設問ね、これね。いきましょう。まず、もう上からやっていこう。あ、福岡平野の南、丘陵上の北端部付近。なんすか。ここやね、やっぱね。那国の王の墓、ここですよ。漢の倭の那国王。ね、ちゅうことは、ご感情通りで。黒本で言ったら、9ページ。これ難しいですよ。ね、漢の倭の那国王ね。金印はご感情通りでね。9ページ、ね。で、ここなんですよ。春日の、のとこにあるんですけども。まあ、僕ら地元やけばわかりますけどね。これね、すぐと、濁る。すぐ丘もと。もうこれチェック。丸道、丸道。5群見たら、すぐ岡本。これね、はい、23。あ、いや、そっぱなから。簡単じゃないですよ。23。一応消していこう、1個ずつ。はい、次、とりあえず全部、遺跡を解いちゃいましょうか。福井の、三方湖ですか？知らんけど。福井ですね。なんこれ。瓢湯。湿度。これ瓢湯なんですね。縄文時代でしょ。縄文時代で瓢湯なんですよ。栽培しとった。瓢湯とか何で使うか。器ですよ。器っちゅうか、コップっちゅうか、水筒みたいな感じですね。水筒。エゴマとかね、ごぼうとか、もうこんな食べ物ですけどね。油取るためかもしれん。ね。ああ。福井で、瓢湯。いや、これも難しいな。ね、これがですね、8ページね、瓢湯なんですよ、これ。ここ、はい、鳥浜、貝塚、丸洞。これもちょいちょい見かけますよ、次第ではやっぱり。難しいですよ、ね。はい、鳥浜を探せ。鳥浜。あったはこれ24。ちゅうことでしたら消そう。ね、もう同志社立命はとにかく戦士古代ですから。奈良時代ですか？平安時代かけ、出羽国に置かれた、大規模な、で、国府が置かれ、出羽、まあ、出羽がポイントやね。奈良時代から平安かけて、奈良から平安にかけて出羽。ね、これパーッと見て、なんかいいっすか。遺跡やからね。ね。で、この古墳とかじゃないよね。もう奈良時代、平安だからね。で、こう来て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 、これですよ。出羽。秋田城19、等関係か。だから出てきます。秋田城設置都市、これ押さえた方がいいですよ。黒本ではね、この奈良時代のところ13ページですね。まずだけ押さえたいのはこの出羽国設置12で、12を2倍したら24でしょ。この陸奥多賀城ね。では日本海側ですかね。陸奥は太平洋側ですかね。で、その後、33で秋田城と。ね。この122433と。ここは押さえとった方がいいですよ。ちょっと秋田城ですね。まあ、ここで聞かれたら、まあ、丸と入れてもいいと思いますけどね。あと考えてください、自分で。いいですか？はい、次。何ちゅう言います？鬼城。まあ、これ、まあ、ここ書いてくるとね。朝鮮式山城。ちゅうことは白村江の後ですよ。太宰府を守る。ね、これ九州のね、中心ですからね。ね、その北側。鬼城南側なんですね。北側守る。朝鮮式山城。ね、この、まあ、鬼城の仲間、朝鮮式山城を探せってことですよ。こう来て、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 こう来て。ね、ね、城。ね、鬼の城。なんかぽいけど違う。これはやっぱ大野城。これまた我々地元ですからね。大野城市ですよ。さっきは春日市で。大野城市、福岡近辺やね。21、21。この鬼城も押さえておきたいですね。朝鮮式山城シリーズだから、11ページ。白村江の後、国防のために廃校、大野城。太宰府の北、南が鬼。ま、あんま賭けとは見たことないけども。対馬、ね、こう金田城。で、畿内高安と。この4つは押さえておった方がいい。まあ、結局ですね、攻めてこなかったけども、本当。ね、
ちょこっとですよ、ね、日本がすごい、ねね恐怖に駆られた時代よ、まさに本当。はい、つうこと、次、お、群馬、この遺跡ですね、遺跡。あ、ここでこれ、なんちゅうのわかります？市内ないですよ、これ。榛名山、榛名山。これはちょっと我々九州人からすれば、なかなかね、うん、ほとんど耳鳴り地味がないと思いますけども、関東の人からすれば、ひょっとしたら、ね、ね、の方が有利かもしれませんけどね。あ、爆発したんですよ、これ、埋もるてもうた。ね、あのイタリアのポンペイみたいな感じですよ、本当、ね、これが、これもやけど準備しておかないと解けませんよ、ね、これがね、この2番なんですよ、黒い峰石、はい、尾は2番つうこと、これもやけね、これでしょ、黒い峰、黒い峰、だからちょっと待って、あ、こっちやな、失礼、10ページ、古墳時代なんですね、 これですよ、ほら榛名山、うん、これ黒い峰、丸胴です、これも、ね、いやー細かいですよ、これ戦士古代ほんと。あ、ラストですか、か、はい、上町大地、ちょっと分からん、こう古代王権により置かれた宮殿跡、うん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 、うん、なんか、うん、宮殿跡がヒントやね、うん、高徳期の宮と推定された、また聖武天高徳、ここはもうここやろね、だけ高徳期の宮やから、ね、高徳天皇ですよ、あ、だけなんですか、高徳天皇どこで、ね、開始の御事に出す、ね、それはピアッといってピアッといってピア、あんな何はやろ、20番高徳天皇といえば、一子の変、大化の改新で、ね、その後、はい、何話で、あ、改新の御事の理と。11ページね。はい。ということで、いきましょう。設問、木から、木から。河川部、木の青銅器類。うん。木な、これ。武器系青銅器。うん。まあ、青銅器は基本ね、祭祭ですけどもね、祭祀のみやけども、まあまあまあ、はい。なんですか、聞いとるのは、弥生時代の九州北部においては、埋葬専用の大型、土星置き、用いた墓に副葬されることが多い。この墓の形態、つまり、大型の土星の容器、これに遺体を入れて埋葬すると。なんですか、カプセルよね、こうカプセル。カプセルの中に遺体を入れる。ね、あ、これが何かというと、この亀がちゃんと描けるかどうかです。大きい加工。これね、これ瓦。亀。亀缶。携帯やから、まあ、亀缶、ボディね。亀の字ですよ。亀やっぱ書かせてきますからね、次第は。クローン10ページ、10ページ。はい、亀缶の亀。OK。ね。え、中古ですよ。まあ、これはしっかり解こう。はい、く。魏志倭人伝ですね。魏志を遠いで。要するに魏志倭人伝の中に一大卒。これ、まず賭けと聞いてくる。ね、地方の役人です、ね。一大卒やけど、律やけど卒と読むんですよ。うん、でこれ置かれた場所どうか、いや、これも細かいな。今ここにね、旧台が映ったんだけど、何かというと、結構、魏志倭人伝ですよ。9ページ。ね、一大卒置かれた。糸国、糸島ですよ、今の糸島。あー、丸度。細かいな、これも。まあ、国の名所より糸国でも、まあ、国があってもなくてもいいですけど、糸です。糸島の糸。でも字が違う。はい。つうこと。次、K。日本列島最高期の土器の年代は、まあ、いつか選択肢記号問題、これ最高期の土器、さっき長かったちらっと、あ、ここね、縄文早々、これ最初、縄文土器6段階ですからね、6段階、8ページね、早々、この早々がなかなか出てきにくいけ聞かれる、で、そうで、前中後、バン一番聞かれるのはやっぱ早々よ、
で、これポイントはこう書いたでしょ。今どんどん遡ってますけど、もうざっくりいきますよ。BC 1万です。ちょこっとは紀元前1万年やけ、今2000年でしょ、大体。2000足したら、今からで言ったら1万2000年前。ここなんですよ。ここで土器が出てきたと。ね。それ踏まえて、BC1 万、1万2000年前やけ、どれが一番近いですか？ね。それで言ったら、どうでしょう。やっぱ2が一番近くないですか？ね。そこからさらに遡ったよね。ね。どんどん古いのが見つかって。ね。これ BC1 万、1万2000で解く。答え2番。そういう解き方ですよ。ざっくりした解き方やけど、それでいこう。OK。ここには、ここか。ね、さっきの鳥浜貝塚ですね。だいたい縄文時代イメージ。縄文時代。で、ここには一本の木をくりんで作った船。これね、最近聞かれるんですよ。黒には書いてないんだけど、答えからいきましょう。これね、木を、ね、この石斧みたいなやつでこう中をくり抜いてですよ。丸木舟という。丸木舟。やけん、縄文時代はね、この丸木舟で結構ね、海上、行ったり来たりするんです、海を。意外とネットワークあった。海上ネットワーク。丸木舟。ここ書いておこう。丸木舟って書いて、ね、丸戸。丸戸。いやー、やけね、やっぱこれがどうしたですよ。これがどうしたですよ。ね、これ結構前のやつだからですね、もう一回出る可能性が十分ある。いいですか。あるいは立命で出る可能性がある。だからしっかりこれ覚えていこう。さあ、古代国家による東北経営拠点周辺をはじめとする様々な辺境域の開拓のために編成されて移住者の人々は何と呼ばれたか。東北イメージすればいいね、東北ね。蝦夷、どんどん地域領域を広げていって、蝦夷を簡単に言うと、この従わせていく、服従させていく感じをね。で、大和朝廷、天皇に従った蝦夷を、これを不襲という。不襲がまた出てくりにくい。ね、不襲。人。不襲という、不襲。で、これは蝦夷ですよ。そこに、その移住させた。ここね。これも細かいですね。まず、不襲を覚えよう。どこに書いてるかっていうと、カムテの、なんか魚の田村山のとこですよ。14ページですね。14ページですね。ここやろ。多賀城、石和、柴とどんどん北へ北へと、ね、領域を広げていく。ね、蝦夷を従えていくわけですね。ここで、従ったのをこれ、不襲という。いいですか。で、移した人。これ明治にほら、屯田兵ってあるでしょ。北海道に。ね。この開拓と防衛のために。ね。このね、あぶれた武士とかを、ね、そっちに、ね、移し、移住させていった。そんな感じよ。作子という。作子。これ難しい。作子にまず、丸胴です。これもやっぱり。丸胴。不思議も聞かれますよ。答えは作子。イメージ的には、屯田兵です。屯田兵。次行こう。し、奈良時代の国司のうち、時間に当たるものの名称、これ五軍か。国司でしょ？司徒官やからね。ね、これも国司は、神助丞左官を覚えなきゃダメですよ。これ、どれでもおかしくない。12ページ。ね、神助丞左官。神。約2番目聞いてんの。時間ですね。2番目はね、助よ、助。書けるように。助は、五軍から探せ。あと1、ここね、30番、30番。神助丞左官、30。住友伊予の丞ですからね、伊予の丞、ナンバー3。次行こう。す、王朝滅亡、河川部す、百済。滅ぼされた、結局新羅に滅ぼされますからね、当新羅連合軍に。ね、でそこで、百済復興ですよ。ね、で、当新羅軍に敗北。これなんですか？これが白村江でしょう。百済、いろいろ世話になってますからね。ね、ここで百済がヘルプミーですよ、ヘルプミー。ね、11ページ。ね、この、鬼筆腹心ヘルプミー、百済の王族ですね。で、ここで天智天皇。ね、正確にはね、斎明天皇ですけど。この、ね、白村江ですよ。豪ですよ。
ね、でこうあっぱい返り討つくらった。そこで朝鮮新山城という流れですよ。だからつまり白村江何年かって聞いたんでしょ。年は645、これ何、これが一子の変、大化の改新ね。もう一子の変は大丈夫ね。いいね、はい。663、はい、白村江できなかった人、これ丸堂、答え663、8番か、これも記号ですね、記号ね、はい。あと何、納豆粘れば平城京、672ね、無難にこれ人心の乱、無難に行う人心の乱と、はい。ということで世以降大法律令、世の期間、世太宰府ね、だけ大ですからね、太いじゃないよ。でも太宰春大とか太宰治はこう太いですからね、いいですか、はい。で、この管轄感動の故障であり、エリアであり、役所の名前でもある。うん。ね。なんか。これが、七道の中の何かというと、まあいいね。太宰府の最下位とめっちゃ出る。まあ、あと次はこう四国の南海道かな。で、まあ、東山道も抑えとったらいいかもしれん。はい。いいね。太宰府最下位道、楽勝。最下位道。これ、記述ですね。最下位道と。はい、次、祖。古墳時代に、祭祀以降にはと、朝鮮の沖ノ島を含む複数の場を信仰の場として祀る、神社の名称を漢字記して沖ノ島でしょ、ほら海の正倉院や、ここまが地元ですよ、ね、普通読みませんからね、これね、僕ら読みますよ、これ、ね、宗像大社と読めますけど読めないですね、福岡県人以外あんま読めないですよ。ああ、はい、宗像大社、海の正倉院、10ページ、いいですね。ああ、沖ノ島をご神体とするのは宗像大社。はい、つこと、もうちょっと、次、他の時期の、皇太子にあたる人物誰か、他。こうか、高徳長でしょ。高徳天皇、つまり大化の改新の後ですからね。一子の変の後やから、皇太子誰ですか、ね、さ中野上野でしょう、ね、中野上野巫女、まあ、中野上野王子、楽勝や、大化の改新で、ね、あだから、ね、あまあ皇太子とは書いてないけど、まあまあここ書いてますからね、ね、ああ中野のがず、まあ、小生、うん、これも時々出ますね。最目ての亡くなったんですよ、この旧福岡の朝倉で、この白村江中に、ですぐ即位しなかった、ね、皇太子として、ね、実権を握った、ここよね、小生というこれ歴史を11ページね、はい、中野への、地の天皇の時代で、かのみやに、かんと、地の天皇、庶務殿の、庶務殿の、説明文か、うん、うんうんうん、にやに移る直前に置いていたかんと、うん、説明文かのみやちか、かのみやに移る直前、あ、だから高徳期の宮と推定されたんやから、これが20番何話なよね、何話なよね、20番何話にしたんですよね、これね、あ、ちょこっと何話の前、聖武天皇何話にもう一回関東しますからね、ね、あ、もうノイローゼになって引っ越して気分転換っつってね、ほら、くなしと覚える、くなしで、この名が何話やから何聞いてるんですか、その前の宮はどこかと、ね、何話に移る前の宮のってことやろ、ってことはこれ区やろ、ね、これ国ですよ、これ山城ですよ、京都国、まあ旧都、旧都か、まあ国の宮、まあ国でもバツならんと思いますけどね、うん、やけ黒本で言ったら区なし13ページ、ね、国何話信楽宮
のには、こう死柄木でね、この大仏通りを見事のりですから、こう押さえたい、ね、ちゅうこと。はい、ちょ失礼、つちょ河川部かの宮か、何はでしょ、何はやろ、港湾施設などは奈良で実用制度に何という、これ漢字、うん、まあ、つまりね、何はをこう管理しとった役所は何かってことですよ。なんすか、ちょっとこう意外と盲点ですけどね、大事やけど。12ページね、やけほら、これ何はには摂津式、これです。12ページ逮捕率のね、うん、これ落とせないですよ、摂津式は。職と書いて式と読む、いいですか。一応そんな感じですね。 あとちょっとこの当ても確認しようか。黒い峰消したね。伊沢、ね、いいね。た、石、たが、伊沢、く、ね、しわですから。お、三寺、これもね、押さえとった方がいいですよ。ね、三寺、一遺跡、違う、変わった名称ですけども。10ページ、これ。古墳時代です。これだけね、もう身分差ですよ。豪族とパンピーのもう居住が、ね、区分されていると。あ、ね、これが聞かれるポイント。三寺、一遺跡。まあ、三つ寺って覚えとけば、かけとは出ませんから。いい、からっぱぎいいですね。看護集落や。うん、ね、だから大和、奈良のね。神助城左官、これはいい。しうり山、これ何ですか、しうり山遺跡。これが、高知西集落。8ページ。香川、瀬戸内海。いい、はい。あと何ですか、飛鳥板吹。うん、まあ、ここで石の辺ですけど、まあいいや。多賀城、田石ですね。水木ね、まあこれはやけ、まあ朝鮮式山城じゃないですから、ね、まあこんな感じかね。よし、はい、では四角2ですね、いきましょう。チンギス・ハン、フビライ、原稿か、はい、もう問いこう。説問 A、空欄 A に入る人物 A はこれか、ああフビライから、はいはい、高麗を介して国書を、はい、執権に就任して、これが、拒否ったわけですね。あ、ということで原稿が起こると、うん、武士の意地を見せましたよ、本当。はい、執権、八大執権、北条、時宗、楽勝、これいいですね。次行こう、 B について、この武人組織の名称 B、モンゴルとこれに服属する国に不満を持った武人組織、どこで、はい、これ高麗でしょ、高麗でしょ、反乱起こるね。ああね、三別荘のなんですよ。ちゅうことは、そうそうそう、ね、これでじゃあ掛け字やれたら、ね、三別荘しかないでしょう。んまあ、これ一応三別荘っていうのはこのだけ集団の名前なんですね。この抵抗反乱軍のレジスタンスの名前、そう覚えてもらったらいい。三別荘。あ、これ次も原稿つながりはね、C について。C やけ。幕府は西国の御家人たちに C を課した。ね、うん、来週は必死やった。だからそう、ここで、ご近所役や県、はい、異国敬語版や苦楽賞、この辺3つはサクッといけるね。敬語、あと語をきちんと固い、番役、いいですね。で蒙古襲来絵巻、まあ絵言葉近いけど、僕は絵巻派ですけど、武田家末永ね、末の字気をつけてね、季節の木ですからね、理ではない。どこの御家人か、うん、ね、まあまあこれ見たら九州やけど、これまあまあ知らんかったら解けないよね。もうこれ白山家は知っているね。このね、一騎打ちとこの鉄ハウの集団戦、27ページ僕は貼ってますけども、はい、武田家末永はこれですよ、はい、丸戸、肥後です、熊本、答えは肥後、博多は筑前ですからね。はい、次行こう。蒙古襲来巻、亀山上皇、敵国府か、これ昨日授業やりましたよ、ほんとね。まあこの中で、まあまあまあね、この博多の陣だったらね、はい、箱崎部しかないじゃないですか、楽勝。いや、これもじゃあ見ていこうか、原稿つながりで、はい、これ全部27ページね。まず時宗いいですね、原稿で三別荘だな、三別荘だな、これ。で、異国敬語番役、楽勝、
で、敵国交付会、これですよ。福岡ネタ多いですね、これね。はい、丸、道。駅はね、箱の箱なんです。箱崎っていう駅、JR の箱なんです。同じ字やったら恐れ多いってことでね、これになったんですよ。もともとこっちなんですよ。これです、この箱。はい。つうことで。で、自社造営利を獲得を目的に、現に派遣した。貿易船。25年やから、一味散々鎌倉幕府滅亡やろ。まあ、その前ですね。割と直前な感じや。これが何かっていうと、最後、ラスト特捜、ね、北条高時の時に派遣された建長寺船。現ですよ。戦争しとるけどね。この貿易は別なんですね。この辺割り切っとる。建長寺船。足利尊氏を送った天竜寺船もこれ元ですから、相手は。いいですか。はい、元の使者、これか。1297。特製例は、これ覚えやすい。皮肉な結果の特製例。皮肉な結果の特製例。この2年後。で、やっぱ、ね、このとこから、執権は、ね、9代沢時やろ。これ持ってこないけんよね。うん。蘭渓道流は、これ5代時よりやから消さないけんね。ね。くすばさいにこう当てうまいけど、これね、日民関係。元じゃなくて。クローンで言ったら、これ、三次さん、これも出ますよ、くすばさいに。商人ですけど。違う。ここね、この一三一年、一三一年。まあ、一三一年。あ、これチェックでよ。はい、出た。丸度。ね、時折は蘭渓道流。時折は無学草原。さあ、時はこの一三一年。情報ですよ。ね。まあ、アドバイザーというか、ね、心の師です。うん。ちょうど、はい、答え3番と。じゃあ、カッコにですね、うん、あ、こっち、日民関係っぽいね。いいの西暦を記せ、いいは何ですか、民建国。民建国。あ、大事なんですね、やっぱね、民建国。クローンで言ったら次の、中世の2ですからね、33ページ。イサムは民。田中イサムという友達がおったんですよ、僕ね。イサムは民と。田中イサムのおかげでね、民建国を覚えることができましたよ、ほんと。はい、シールステイサムは1368年。次、日民貿易において、はい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 。10分の1を規格を課した、つまりまあ貿易税ですね、簡単に言うと。あ、どうですか、クモン線、V 地線、中分線、供養線。これが、左側32ページ、貿易に関する貿易の、税は中分線。これは基本です。はい、3番と。特性に絡むやつがこの V 地線、10分の1ですから。はい、次、さっきほら、ね、くすばさんに見たでしょ、前任国交機を、この日民貿易の資料、もう1級資料、S 級資料は前任国交機、誰書いたか。これが、はい、随形手法、楽勝。さっきこれやったね、くすばさんにね。大統領記事カレンダーも押されたですね。この源の道義ですね。元道義。ね、吉水のことね、うん。日本国王、源の道義。元道義。吉水のこと。カレンダー大統領記。OK。中央ですよ。で、まあ、これ、修験章でしょ。修験章も聞かれますよ。こっち聞かれる。公武帝、公武帝、聞いたことないですか。ね。で、この後、永楽帝中は言葉はないか。公武帝しかないか。ね、これでこの解禁政策も聞かれる。公武帝、永楽通報有名やけど、公武通報もあると。仙徳通報、これ民選ですね。まあ、永楽通報みんな知ってますか、公武通報を抑えたい。で、この民の鎖国、これ解禁政策という、まあ、鎖国です。ね、入ってくる、許可したところが入ってくるけど、民から出ていくことはない。鎖国やからね。会議政策。OK。はい。聞かれますよ。はい、次なんすか。で、こう来て、はい、こう来て、次。だから、随形手法3番。前回の中で無造作席違うね。はい。F 以降。この事件が起きた民の都市を漢字で記せ。F。これか。1523。1523。さっき、イサムは民やったね。
このやっぱ都市保険はダメですよ。聞かれますからね。ね、まあ民ですからね。中国やろ。都市ね、で、ああ大内と堺、ね、博多で、ああやけ、あの博多の大内と堺の細川バトったらもうここまで書いてくれるとき忍法の欄やろ。忍法の欄。1523、忍法の欄。都市とセットで。はい、次 G。豊臣秀吉が 88G 秀吉が禁止すべきで続いた何ですか、和光、和光を取り締まった、和光を取り締まった秀吉が何ですか、ね、これが海賊取り締まりで楽勝。39ページ、海賊取締りでこうですね。バテレン追放出したけど、海賊取締りで、ね、この南蛮貿易はガンガンやったわけね。だけ振てって、近況振てって、もうこれ方程式ですからね。いい、はい。次、カッコさん。で、はい、次、こう来て、ね、H に入る人物名、H に入る。これ。和光追討伐で、はい、名を挙げた H が高麗に代わって新王朝朝鮮を建てた、うん、李氏朝鮮の次は誰ですか、記述、李成桂楽勝、うん、で、次が何ですか、李成桂来てかですね、か朝鮮の軍隊対馬襲撃、うん、もう朝鮮対馬襲撃したらもう大江の外交しかありませんからね。大江の外交 であと栃木とんか栃木ね、大江の外交、この何度もあのこの動画見た人言ってると思いますけども、松本伊代シリーズなんですよ。松本伊代、ね、だから伊代がまず行く、伊代が行く、伊代が行くのがこの大江の外交ね。伊代が憎い、伊代が憎い、松本伊代が憎い、ね、これが琉球国、伊代が来ない来ない、伊代が来ない、これが小社米。松本伊代で3つ覚えてください。大江の外交と琉球原国と、ね、小社米のなんですよ。いいですか、伊代行く、伊代行くちゅうこと。これでもこれこれ、ね、貿易開始ですよ、日民貿易。ここ書いとるやんけ、14で。どうなんこれ、まあ、いいっすけど。ね、まあ、これが、交渉開始と貿易開始が違うね。一旦急に何？これがさっきやった、これこれこれ。ね。李氏朝鮮建国ですよ。これが、ね、伊沢国一つ。一旦急に。三々ね、李氏朝鮮建国、これ。で、これは国内で何があったかっつうと、ね。日本史上ベスト3に入るこのね、南北朝統一が起こるね、ちょこっとよ、国内で南北朝統一、外国では李氏朝鮮建国、ね、ちょこっと、はい、次、木に関して木、はい、老荘堂日本公録書いた人、ああこれはまあ次第の問題で、ね、やっぱね、あ早期刑出た、どっちが出てもいいように早期刑。この老荘堂日本公録は三毛作の資料なんですけどね、大江の外交の、まあ、この講和交渉ですよ。で来日して、ああこれ三毛作やっとるなと、ね、米作って麦作って何作る、ね、蕎麦作っとるっつって、ああへえっつって残したんです記録に。ああ早期刑とこれ書かせられますからね、早期刑、まあ、ここはね、記号問題ですけど OK、 丸度丸度丸度、はい次行こう、もうちょっとか。区、この通行許可書、区は何ですか、対馬の宗氏が発行する通行許可書、まあ、日朝貿易やね、これね。うん。ああ、これで2個聞いとん。図書と文印聞いとんですね。うん。ね、これ、33ページのここですよ。だから、どっちが出すかなんですよ。宗氏が出すのが文印。朝鮮の許可書が図書。まあ、簡単に言うとね、これがやけ、パスポートですよ。うん。で、図書が、この行く国が出すわけやから、ビザみたいなもんやな。どっちが出すか、宗氏が出すか、朝鮮が出すか。これ何聞いてんの、ね、だから、
区は対馬の総氏が出しとるね。ねねね。パスポートの方や。ちゅうことはこれがね、分院ですよ。なんか日本、図書やって言ったら日本ライブラリーですからね。日本風な感じやけど、これは朝鮮なんです。分院。なんかちょっと朝鮮っぽいけどね。これが日本側の教科書。ちゅうこと。漢語は民が出しますからね。いいですか？ちゅうこと。はい。県について、1443朝鮮と対馬の総氏。だからこれが、さっきのね、伊予行く。伊予行くの、ね、この大江の外交の最終的に講和条約がこれなんですよ。これ次第向けやね。とりあえず戊辰詔書消そう。はい、内閣は日露戦争後の、ね、引き締めですから、内閣は、黒本で言ったら、戊辰詔書72ページね、はい、第二次刀内閣、戊辰詔書、うん、違う。これどれかどれか。これ決して最悪感かな、もうね。わからんかった。はい、黒本ではですね。だからさっきの33ページね。これ日朝関係ですね。これさえ、丸道、丸道。ちょうどこれ1443でしょ。1441が可決の欄やから、これ言語は可決なんですよ。だからこう、気概約定で聞かれるんですよ。うん、朝鮮からんだら、ね、条約がひっくり返るんですよ。ね、ちゅうこと。ほら、だって江戸幕府、ね、秀吉の朝鮮、出兵の後、講和条約結んだよね。何だったあれ。あれも約定ですよ。黒本で言ったら、江戸初期外交。ね、これ、気概約定。で、江戸時代は、外交やから、朝鮮と結んだ。ね、はい、これ、気有約定。これまた、江戸や。ね、こっちの方が優先度と上だけど、高いけど、ね、ああ頻度はね。ああでも、まあ、次第向けですね。気概約定。OK。丸党ですよ。さあ、大門にラスト。朝鮮、日本の施設の接待のために。要するに、朝鮮に置かれた施設を切り取る。漢字二字で。うん。なんか。これ、ワークですよ。ああ、これ、気概約定に出ますね。ね。これだけ、ね、日朝関係、中世の日朝関係で、和漢、和漢、和漢。で、江戸時代、もう一回出てくる。和漢置いてる、ここ。和漢置いてる。釜山に和漢置いてる。42ページ。そういうこと。和漢もよく出ますね。よく目にする。じゃあ、大門2、以上ですね。はい。では、最後、大門3ですね。幕末から明治初期ですね。A から X に関する説明に答えろか。よし。これ順番やっていけばいいね。はい、行きましょう。A、この時、老中主座であった人物 A は、これか。53年、ペリー来航ですからね。で、翌年、日米和親ですからね。うん。誰ですか全権は。安倍晶弘でしょ、楽勝。まあ、近世の後、ね。開国ですよ。56ページ。あ、いいですね。あとまあ、書けと言われても問題ないようにしとく。はい。で、はい、A、B ですね。いきましょう。開国めぐって積極的にうんたらかんたらで、日米修好通商を調印したってことか。選択肢見たら、岩瀬、ただ、ね、なり。地震の信念、なりというの。なりですね。勝海舟、松原康秀、桂川保昌。これはいいですね。まあ、これ消去法であってもいい位置に残るよね。でも、これ覚えたいですね。岩瀬、ただ、なり。まあ、正しいと覚えれば、はい、丸道です。56ページ。勝海舟は、坂本龍馬やから、まず、渡米ですね。うん、この、勘輪丸公ですね、勝海舟。これいい。松田康秀出てくる？何号ですか？イギリス船入ってきて、責任取らされて、ね、切腹ですよ。46ページ。ね、てててててと、フェイトン号、1808までいる。はい。で、桂川保修は、何ですか、ね、桂川保修といえば、大黒屋光太夫、53ページ、桂川保修、はい、北斎文略ですね。OK。はい。岩瀬忠成。次、C。全水戸藩主。C、C。水戸藩主、解剖祭の駒がここでね、幕政に入ってくる。
ね、このトラブルメーカー、水戸のこの殿様、トラブルメーカーなんですよ、本当。ああ全水戸藩主、まあまあ、これ言ったら誰ですか、これが慶喜の父ちゃんですからね。後この将軍軽視問題で ねやられちゃうわけだけど、だからこれ黒穂のどこ聞いてるかっていうと、ね、ここですよ、ここここ、はい、安政の改革、ペリー来航を受けての安政の改革、徳川斉昭、これ次第の人母術封じで聞かれますよ、意見書です。国内では大塩の乱、ね、37年同年森孫悟、ね、なんとかさないかんってことで意見書を提出、母術封じ、徳川斉昭、あ顔抜けた、徳川斉昭、OK、はい、次行こう。で、選択で、長崎にオランダ寄贈の船を使用した海軍教育機関、あ安政の改革や、ね、この一環ですよ。で、洋学書、工部書、海軍兵学校、海軍伝習所、どれですか、安政の改革。答えは海軍伝習所や。長崎やからね。これ、江戸やったら工部書ですよ。共に安政の改革。はい、ここですね。これはもう基本です。工部書、高島秋帆を抑えたいですね。西洋式陸軍と。ね。ちょこですよ。56。次。E、この洋楽教授翻訳を行う暫定的な名称、56年です。改正所、首都所、番所、調べ所、湯島制度、まあ、湯島制度まず消しましょう、ね、林信厚、大学の神はね、これどこですか、将軍、文治政治、43ページ、ね、ここですね、あ、湯島制度、はい、違う、首都所、幕末、ああコレラ入ってくるんですよ、パンデミックや。奈良時代は天然痘やった、ああ幕末コレラ、はい、首藤所、後これが東大医学部になっていきますから、はい、うん、ここなんですね。まあでも安政の改革やから、ほら、さっき公部署見て、ね、海軍伝習所見た、次翻訳施設、これが番所調べ所、もともとほら、ね、番所分け御用、ね、誰でした、ね、高橋景康ですよ、がね、この建議して、ね、設置された翻訳機関、字書いた、さすがに番は良くないですよ、やっぱ字書いた、これがね、まあ、結局この後改正所に変わっていって、結局まあ東大になっていくんですけど、前身の一つなんですよ。でこの間ね、洋楽書士名前変わるのに、これコロ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 変わっていくんですよ、あの洋楽書士、洋書調べ所で改正所で、まあ、とりあえず覚えておきたいのは番所上げ御用とこの番所調べ所、あとはもう出たら覚えるでいいですよ、こかもね、やりだしたらキリがないからね、ここは解ける、解ける、もうこれペリー来航すぐですからね、やっぱまあちょっとうんち思うけども選んでくださいよ、番所調べ所、はい、次 F、 アメリカ総領事と交渉を行った際に領事資産地にあった誰ですか、 F、 これアメリカ総領事やってきた誰ですか、ね、ハリスやろう、ハリス、ああでハリスとやって、あチョック得られなかった、これ堀田正俊ね、堀田正俊、あこれ見てなかったっけ、堀田正俊暗殺されちゃうんですよ、時々聞かれる、でも、まあ、あの頻度は非常に低いけどね、これ綱吉のとこなんですよ、でこの後柳沢義辰が出てくる、43ページね、でここ直挙直挙直挙得られなかったちゅうことは、次の堀田正義、正俊じゃない、正義、いいですね、孝明帝のさっき見たけど、どこだ、はい、ここですね、56ページ楽勝、孝明帝の、はい、で次、FG、将軍軽視問題、はい、来た、徳は義富、義福を押す一派、義福を押す一派、何と呼ばれたか、義福、義富はキーですからね、キーですから、キーを押す南紀派、これも楽勝、楽勝、南紀派と一橋慶喜を押す一橋派、このバトルであると、57ページ、ね、南紀派、もう垢抜きですからね、
対し一つ橋を押す一つ橋派、ね、一つ橋派、はい、いいですか。勝者は、まあね、義時が、ね、従来将軍になりますからね、家持ちに、ね、とりあえずここは南紀は勝ったけれど、このね、桜田門外で形勢逆転して復活しますね、文教の改革で一つ橋派はっていう流れだよね。いい、はい、でここで安政の大国安発弓とか、うん、ね、あね、桜田門外の村楽衆、はい、まあ、坂下門外、まあ、まあこれはこの後のね、後部買ってた安藤のうまさ、はい、安政5年の戦地あんま聞かないけど、これ要するに弾圧ですよ、ね、これ安政の大国の一環よね。まあまあまあやけ、最初に弾このね、一橋社をこのね、橋本早苗のこのね、藩主であったね、この押したやつらですよ、ね、一橋の忍とかね、徳川斉昭とかね、越前のね、越前の、うん、松平義仲がここには書いてないよね、ね、ね、こっちはね、まあね、はい、うん、彼らをこのね、隠居させて、まあ、政治権力奪ったんですね。でこれで文句言ってきたけ安政の大国さんにかましたわけですよ。ところが桜田門外の辺で討ち取られてしまうという流れですね。清井坂の辺で分かります？これ誰がやられたでしょう。これがそう大久保利通ですよ。書いてるのはね、66ページ。あ、大久保暗殺清井坂の辺。66ページ。これもちょいちょい次第で聞かれる。いいですか。はい。ということ、次、愛、安政の大学弾圧された人物、緒方洪庵の医学を学んで、松田義長、越前だね、敵塾だね、誰ですか、橋本早苗やろ。橋本早苗、57ページ、ここですよ。はい。うん。次、いいね、吉田松陰先生も、まあ、弾圧されね、まあ、処刑されちゃいますよ、安政の大国で。雷三木三郎の、やけ親父が雷三よ、日本外資の。そういうこと。これもまあ、ね、処刑されます。梅田雲美、細かいね、細かいね。これも獄死しますけど、はい。朝廷と幕府が連携して政治を安定化させようとした方針、何と呼ばれたか、J。ね、この言い直すけど、ワンマン体制がダメやった。だから朝廷との融和を図る。だから孝明天皇の妹ですよ。ね、和宮と家持ちを、ね、結婚させればいいと、ね、まさに合体ですよ。そう、やけ答えは、あ、後部合体ね。これはいい楽勝、はい、しかし坂下門外の辺ですよ、HIJK。 この結果幕府は文教の改革、その文教の改革、ね、人事だから一橋派の復活ですよ。いい、はい、文教の改革では慶喜を推す一派が復帰し、青将軍後見職どれですか、ね、慶喜やろ、将軍後見職、政治総裁職、字の字気をつけてね、これが越前の松平義長さん、そして京都守護職、家中の栗を拾った、これが松平片森2番楽勝、うん、ここですよ、ここですよ、57ページ、うん、楽勝です。はい、で、HIJKL、追放された苦行の中に後名人の大乗大臣、ああここがポイントやね、やっぱね、追放されただけ、何 L、 ほら8月18日の政変や、これで追放された、ね、長州推しの苦行、誰か、つまり8月18日の政変ですよ、やけ58ページ、うん、ね、ここね、はい、はい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 、過激な長州を追っ払った薩摩が、はい、三条実美、ここ書いとんね、うん、はい、答えは三条実美、はい、実美意外と出てくるよ、大丈夫、実美ね、はい、M、中山忠光、うー、もうこれでもう即ね、うん、天柱組持ってこないといけませんけど、中山忠光と土佐の、58ページ、まあ、これによって尊王攘夷派が暴発するわけですね、
はい、これですね、中山忠光と吉村忠太郎といえば天柱組の辺、あっという間天狗と、まあ、あの何ちゅうか水戸の内乱天狗との乱、はい、ちょこですね、幾野の辺、幾田よろず、幾野の辺もやけ、まあこれ雛の組よ、ね、ああ当て馬やけど、幾田よろずどこですか、ね、あ越後の柏崎ですね、この大塩を受けて、ね、国学者ですよ幾田よろずは。くそ見とくか、大塩のこの1837は絶対覚える、絶対覚える、はい、45ページ大塩を受けて、はい、生田よろずも挙兵と、ここですね、大塩は陽明学者やけど生田よろず国学者ですから、ここほんのちょっと注意。はい、では過去にですね、薩長による武力倒幕、はい、でこう来てこう来て、あれも問い問い問い、説問 N、 薩長の武力倒幕に対しの主に土佐が唱えたこのような考え、徳川家も加えた衆議による政治を構築する構想、これ何すか、これつまり徳川の将軍を内大臣として、ね、まあ、その条件として政権を朝廷にお返しするという、これがやけ、ね、58ページ、これがやけ大政奉還ですよ、あつまり大政奉還大政ってことか、これを薩長が白紙に戻したんですね、王政復興の大号令で、ね、国語書会議これで、うん、ちゅうことですよ、はい、だから、まあ、そういうことよ、大政奉還大政やろ、でね、ここできなかったんですよ、なんじゃこれだと、武力倒幕の薩長に対し、要するにね、大政奉還大政やろ、そんな歴史があるんかと、いや、分からなかったですよ、用語集出とった、にやった抗議生態論中ですね、ああ勉強になりましたよ、これは出てこなかった、こんなんあるんです ね、うん、ね、まあ要するに大政奉還大政なんやけど、この歴史証拠になったんですね、はい、勉強になった、抗議生態論と OK、 次行こう、王政復興の大号令白紙に戻すんですよ、ここで、はい、この三式と読む、三式、ね、うん、三色と書いて三式と読む、ああこれね、うん、まあ、総裁議長さんですよ、はい、ということでこれなんですか、アリス川の宮樽人親王ですね、うん、これで、はい、一番上やからね、やっぱね、まあ、総裁やろ、やっぱこれ2位ね、消そう、次、意味は皇族苦行、まあ、つまり2番手はね、まあこれで言ったらね、それやっぱり順番やんです、議長でしょ、そうなったら最後諸侯のまあね、右派の代表、西郷とか大久保とかね、木戸孝允とか、ね、総裁議長参与の順番やから、そういうランクやろやっぱ、ね、はい、単純に231、孔子、ちょっとこれも昔とか出ましたからね、これね62ページ、まあ、明治になっても政体の変遷ね、もう日替わり弁当のように変わっていく、しゃあない過渡期ですからね、これですよ、でこの後政体書で三権分立やって、この行政官、刑法官、議政官、議政官一番出ます、ね、これが立法機関やね、後のね、うん、ここに、ね、この下局に、ね、この孔子っていう、まあ、やけ諸藩の有力者が名を連ねるという、ね、そういうこと、いいですか、はい、まあ、答えはなんちゃら解けますよ、ね、このね、王政府の大号令の、ね、三式ですから、はい、次、OP、P、会議の故障。だけもう会議で言ったらほらこれですよ、白紙に戻した内大臣と、ね、このね、本領安堵、ね、白紙に戻したわけですよ、これが国語書会議やろ、まあ基本ですよ、でそれにぶち切れて、はい、戊辰戦争になって五稜郭、陥落をもって終結ですね、ここで、はい、幕脱走艦隊率いて、後に樺太島、ここを押さえたいですね、樺太島交換条約の、まあ、全権、誰かと、いや、解ける、五稜郭で解けますけど、榎本武明とね、解けるすぐ、樺太島交換のとこでちょっと確認、押さえたいね、だから、明治初期外交、ね、
64ページ、うんね、ここですね、カラオト地の交換、はい、榎本武明です、うん、チェック入れるのはここに入れたいですね。もう五稜郭ですぐ持ってこれますから、ここでつなげておきたい。近藤十三は択捉と見とく、大日本択捉と、外国船のアクセス、江戸時代46ページ、近藤十三、択捉とですよ、択捉、うん、はい。よし、R、ごぼうの啓示、うんうん、五箇条の五正門、五箇条の正門、ごぼうの啓示は一般ピーポーですね。正しくないもの、うんうん、いやもうこれもう近況やろ、これ近況やろ、ごめん、一番大事なとこじゃないですかね。すべてこのね、改めて言うけども、この近況は継続したと、59ページ、キリスト教近況だから。何が起きたかっていうと、いやこれでも自由だっつってね、特に長崎ですよね、ここで万歳っつって大っぴらにこのキリスト教を信仰しだしたら、ね、弾圧食らった、この浦上京都弾圧事件、何してこれ列強から、おいおいおい待て待て待てと、何弾圧しちゃってるんだよって言われて、73年黙認という流れですよ。っていう流れ。一番出るとこですよ、ごぼうの刑事の。五輪も聞かれるね、五輪の道っつってね。まあ、儒教の道徳ですよ、親孝行とかね、忠義とか、五輪の道っつって。これもだけごぼうの刑事の一つのキーワード。まあ、これは、この、入れたらよかったなって今ちょっと後悔したんですけど、ごぼうの刑事のとこですね、五輪の道っつって、アホ見た、あ、ごぼうの刑事だと分かるようにしてほしい、はい、つうこと。この布告の故障を漢字で記せ、 S、 政治の基本的方針を規定した布告を出した。あ、ね、ただこれ五箇条の線もこっち来てますからね、ね、これですよ。で、ここで次、版籍奉還来とるけ、ここをヒントにしてほしいですね、うん、その前ですよ。あ、つまりやけ、ね、五箇条の正門でもなく、五坊の刑事でもなく、でその前の版籍奉還の前やから、ね、これがそう、ね、アメリカモデルにこの三権分立やったと出てきます、ね、これが、はい、正対書ですよ。これ、ね、まあ、これ出してほしいね。これで間違えたらしゃあないぐらいでいいですよ。うん。廃藩置県と同じ土地に制定された法令。廃藩置県まず何年か。うん。廃藩置県いいですか。ここやけね、版籍奉還69、2年後と、次2年後71廃藩置県。さらに2年後73地租改正。地租改正が嫌な 3% で2年ずつバックしてもいいですけどね。だけちなみにやけ、生態書はこの1個前だから68。これはね。はい。で、やけこれ71でしょ ?71 年。同じ年に制定されたやつ。なんすか、徴兵令、戸籍法、廃刀令、通録法か。うん。どれが一番出てきやすい、やっぱ徴兵令出てきやすくないですか。僕これ中学校で覚えましたよ、徴兵令。64ページ、ね、徴兵国有からの徴兵令だから、ね、72の徴兵国有に基づいて、次翌年、ね、徴兵令やけ73。廃刀令、これもだから、これを受けて、ね、慶心党の乱、熊本で、でその翌年、これ西南戦争やから、覚え方とすれば、西南戦争の前年です。西南戦争77、すごく覚えやすい。ね、その前年やけこう76、廃刀令、廃刀令からの慶心党はこう抑えたいですね。65ページやこうちょうどほら、廃刀令からの慶心党、翌年77年西南戦争やろちゅうことよ。はい、さあ戸籍法、秩序奉還の、まあこれどっち優先順位上かちょっとやっぱこっちやろ、秩序奉還ですよ、秩序処分だね。やけちょうどほらね、この上秩序奉還の方ね、これがやけ、まあ、73、3年後76で金禄交際証書で強制的に秩序を撤廃するという、うん、戸籍法、ほら新しい戸籍なんですか、ね、これが人身戸籍ですよ、ね、これがやけ71なんですね、ちょっと細かい、まあ、それよりも消していったらこう73分かれば消せますからね、こうなるよね、これで解きたいですね。
まあ、人身戸籍71もまあ見たことありますけど、うん、はい、まあ、あとは自分で考えてください。著名73、ハイトレバー西南戦争とセットで覚える、実力効果73と、まあ、覚えるのは戸籍法というのは人身戸籍、明治の新しい戸籍71、答えは2番、はい、いう、この完成、これはもう明治で終わりやもんね、このね、同志社、本当、いやいや、ね、これが同志社ですよ、皆さん。はい、70年に設置された官庁、食産工業推進。これね、やっぱね、年覚えないかんのですよ。覚えないかんのは、工部と、ね、この文部省と内務省、この3つ、年。だけどどうですか、でも内務省覚えやすいんですよ。初代内務卿大久保利通、大久保政権ですからね、最初は63ページやろ、ね、この内務省73、うんね、で、文部省が教育やけん、教育やろ、79ページか、学生の一歩前、学生70やけん前71、うん、じゃあ70は何かと、いや民部省とか消さなダメですよ、うんね、大蔵省、うん、これがだから、はい、チェックじゃないですか、ね、公部省です、70公部省、71文部省で、73内務省、この3つは覚えておこう、絶対に。いい、答えは公部省、鉄道ですよ、はい。板垣退助と百合金正によって要求設立された組織の名称、はい、愛国者、立社、石油社、愛国高等、これも場所やっぱ東京があるからね、愛国者は大阪、立社は土佐やろ、だから愛国高等ですよ。ここから何が始まったかというと、ね、民選議員設立の憲白書を出しまして、ね、サインに出して、ここから自由民権運動スタートですから、ブラックに新進自身ね、反発批判ですよ、66ページよ、ね、石油社、昔、早稲田が聞いたんですよ、これ、福島のね、福島やろ、やけあれですよ、河野弘中、の結社なんですよ、はあ、難しいね。なだけ大阪と土佐で消してますから、まあ、愛国高等東京は覚えておかない原型、うん、まあ、別に消さなくてももうすっと持ってこれますけどね。 W、誰ですか、この意見書に伝書した後帰郷して士族反乱引き起こし、 WW、 うん、W、 うん、でこの後士族反乱やの、士族反乱って言ったら何ですか、まず佐賀の乱や、でそこからね、ね、だけ見た方が早いか、結局西南戦争じゃなくて、この、ね、西漢論ですよ、西漢論からの、ね、敗れたこのね、最後江戸板垣ですよ、うんね、西漢論の負け組、ああで佐賀の乱、さっきの慶心党、ハイトーレの慶心党から同じ年ですよ、慶心党、秋月、そして萩の乱と、ね、ああここね、で最後77西南戦争ですから、うん、でここでやけ、まあ、負け組で、まあ、処刑されたとあるからね、やっぱこれ佐賀の乱で江藤新平持っていきたいです ね、あの後藤新平と一文違いやから気をつけてくださいよ、ああそういうこと、江藤新平、民選議員設立の憲白書絡んでるんですか、66ページ絡んでますよ、はい、こうです、うん、X 最後ラスト、いや77幼児西郷隆盛ね、お前西南先生ボーナス問題やな、はい、ちゅうことですか、あと漏れてないですね、いやまあまあまあ、あの単純な、こんなね単純な問題もありますよ、でもやっぱね同志社ですよ、ああはいはいはい、しっかりとにかく解いてください同志社の問題を、ね、もうそれですよ最高の、この同志社のね受験対策は、いい、終わります。